慌てないで、ゆっくり解決策を考えよう。恐怖の館か、面白そうだね。こういうのは初めてだから楽しみだよ。ではコーヒーを入れてくる間に準備をお願いできるかな。マトリのお手並み拝見だ。その辺りが怪しいね。こういうものは思い込みを捨てることが大事だよ。
制作者もプレイヤーの想像を裏切りたいだろうから、枠から飛び出すような思考が肝になりそうだね。俺もそこかなと思ったよ。思考パターンに慣れてきたね。よし、これで正解だ。この調子なら爆破までに出られそうだね。これが最後の質問みたいだ。時間はあるから焦らず行こう。おかしいな。必ず近くに手がかりがあるはずなのに。本当かい？なるほど、文字通りというわけだね。それにしてもユニークな問題だ。なんだか名残惜しいよ。まだまだ君と謎解きしたかった。楽しみにしているよ。君がそばにいてくれたらどんな場所からも抜け出せる気がする。